どうしたのよ、次郎ちゃん。ゴーさんだ。今、ゴーさんみたいな人が。何言ってるのよ。ゴーさんがこんなところにいるわけないでしょ。でも確かに。さあ、行きましょう。次郎ちゃん、元気出してよ。ほら、郷さんが旅に出るときに言ってたでしょ。ウルトラ5つの誓い。隊はタクスペースだ。はい。他の者はファルコンだ。出動。はい。隊長、この武器を持っていってください。この弾の特徴は小銃の体内で爆発することです。ありがとう、ガジ君。山中隊、君のグループにこれを渡しておく。うまいタイミングで使用してくれ。はい。北斗、持ってけ。はい。人がいる。あの二人をうまく逃がすんだ。鳥獣の正面から攻撃をかけ後退させるんだ。了解。ミサイルは全然効き目ありませんね。熱いよ、熱いよ。なんとかあの二人を敵攻撃だ。タックも歯が立たないのよ。山中、何としてもあの二人を助けるんだ。はい。奴の口の中にミサイルを使います。山中隊員、いい考えがあります。海さんが発明した新兵器を使うんです。どうするんだ。地上攻撃をかけるんです。鳥獣がある二人に迫っています。俺があるを使って降下します。やらせてください。方法はこれしかありません。止めても無理なようだな。はい。よし行け。はっ。熱いよ。北斗を援護する。鳥獣の気を引いて口を開かせるんだ。熱い、熱いよ。大丈夫か。さあ、こっちだ。ここは海じゃないぞ。もう一度攻撃する。はい。口の中にミサイルか。ああ、やった。北斗、今だ。撃て。
砲弾だ。危ない、どけ、どくんだ。どんな野郎、危ない、どけどけと言ってんのが分かんねえのか。どんな野郎。命知らずな奴だ。しかし勇気のある男です。うん、傷を負ったようです。お、長女が消えていく。よし、着陸する。はい、はい、ゴーさんのおかげで僕たち助かったんだよ。ルンコ姉ちゃん行こう。ああ、どうもありがとう。君のおかげで長寿をやっつけることができた。君の名前を聞かせてほしい。ゴーさん、帰ってきたんだね。帰ってきてくれたんだね。おお、ゴー君というのか。元マットにいたゴー秀樹です。ゴーさん、ゴーさん。サボヤ、この人怪我してんだからな。すいません、ゴーさんはこの子のお兄さんのような人なんです。思い出したわ、ゴーさんのことをマットのファイルで見たことがあります。でも確か、ゴー隊員はゼットンとの戦いで戦死したとなっています。違うよ、ゴーさんは生きてたんだよ。本当かね。はい、ゴーさんは無事でした。地球防衛軍が全滅したと聞いて旅から戻ってきたんです。これを持って。それはウルトラレーザー、僕の作ったものです。いやー、素晴らしい威力だ。一発で長寿を仕留めたもんな。これじゃカジさんも顔負けですね。いや、本当にさっきはすごかったよ。そうだ隊長、これで新しい有能なアタックの隊員が一人増えましたね。その件は基地に帰ってからにしよう。ゴークはとりあえずタックのメディカルセンターで休養してもらおう。さあ引き上げだ。はい、はい、はい、行きましょう。セイジさん、行きましょう。ゴーさん、俺はね、絶対にゴーさん帰ってくるって信じてたんだ。もうどこへも行かないでね。チロー君、もうしばらく待ってくれ。今どうしてもやらなければならない仕事があるんだ。仕事って？それは今は言えない。秘密が漏れると困るからね。分かってくれるだろう？うん、タックに入ればまた会えるね。うん、ゴーさん、さあ行きましょう。じゃあな。あのゴー秀樹が秘密の任務を帯びて帰ってきた。しかもタックの新兵器よりもさらに強力なウルトラレーザーを携え、その後をタックの隊員として認めるべきかどうかをめぐって激しい議論が巻き起こった。違います。あの時鳥獣の口に鳥獣を合わせて発射する寸前だったんです。それはあのゴーさんが前を飛び出したために撃てなくなったんです。言いながらはよせ。我々は空からお前を援護しながら見ていたんだ。ゴー君がウルトラレーザーを発射しなかったら、お前は今頃天国だ。そのウルトラレーザーというのは？ゴー君が作った高性能レーザーだ。一発で鳥獣は姿を消してしまった。そんな素晴らしい武器をぜひタックにも欲しいものですね。そうだろう。抜群の行動力と新兵器を開発できるほどの能力を持つ男がタックへ入隊するなんて素晴らしいことじゃありませんか。山中隊員の気持ちはよくわかる。しかしもっと彼について調べてみることも必要ではないのかな。しかし今日の彼の行動も新兵器も我々の仲間はみんな見ているんです。そうです、僕も見ました。ではこうしよう。カジ君は彼の持っているレーザー銃がどういう性能のものかよく見てきたまえ。はそして北斗南両隊員はもう一度彼に会ってくるんだ。彼のタック入隊の件はその後で決めよう。いいな。はい、行ってまいります。うん、隊長、甘やかしすぎです。いや、過半数の賛成は時に危険な結果を招く恐れがある。我々タックにはあくまで全員一致が必要なのだ。はっ。いいじゃないか、おじさんケチンボだな。坊や、何と言われてもタックに関係のない人はここへは入れないんだよ。困ったわ、せっかく用意してきたのに。でもさ、
もうすぐタックに入る人がこの中で僕たちを待ってるんだ。それならいいでしょ。やっぱりダメだな。その人はまだタックじゃないからね。お、坊や、坊や、クラ、次郎ちゃん、次郎ちゃん、坊や、あすぎだ。クラ次郎君と言ったね。どうしたんだい。離せよ。私たち郷さんに会いに来たんです。でも部外者は入れないって。そうですか。俺たちもちょうど郷さんに会いに来たんです。一緒に会いましょう。この人たちもお願いします。はっ、バンザーイ。とうとうやってきたな。はい、失礼します。あ、どうぞどうぞ。郷さん、ほら、おはぎ、ロミコ姉ちゃんが作ってくれたんだよ。郷さんの大好物だろ。え、あ、ありがとう。ほら、どうしたの。いつもならすぐ食べちゃうのにさ。次郎ちゃん、傷が痛いの。いや、そんなことはないよ。ほら、おいしいよ。うん、はい、食べてみようかな。変だな。ん？王さん、いつから月曜になったんだ？ん？これ。最後、今のは行け！小銃だ。あ、さっきの小銃だ。何だってまたこんなところへ出てきたんだ。南隊員、行くぞ。はい。郷さん、ウルトラレーザー使えばあんなやつ一発だよね。私に貸してください。あの小銃をやっつけることができるでしょう。私でなければ使えません。長寿はメディカルセンターを狙ってるわ。こちら北東、長寿がメディカルセンターの向け進んできます。よし、センターの人たちを避難させろ。それまで俺たちは食い止める。はい、はい。あとはよろしくお願いします。はい。あ、隊長、郷君はどうした。あ、郷さんを含めて全員無事退避したものと思われますが。そうか、仕方がない。カジ君の開発した新兵器を使おう。味方隊。はい。バカメガ、あの武器をザイゴンの口の中に打ち込んでみろ。ザイゴンは不死身だ。愚かしい人間どもよ。助けてくれー。
郎君たちが、カジさんも。お願いします。よし、これを。北斗隊員、彼らを救い出すまで鳥獣を食い抜けにするんだ。はい、はい。待て、おい、どこにいるんだ二郎君。ここだよ、この部屋だよ。おい、こっちだ。おい、開けてくれ、開けてどいてろ、ドアから離れろ。何をするんだ。ゴーではないな。私の正体を知ろうとする者はみんな死んでもらう。貴様は誰だ。私はヤプールの使い、アンチュア星人だ。何だと。覚悟はいいな。聖地さん、ユウコ、どいてろ。ゴーさんではない、宇宙人だ。嘘だ。まさか。早く逃げてください。出口はあっちよ。次郎君、君の気持ちはわかる。しかしあれは宇宙人だ。次郎君、私も見たわ。あの人は北斗隊員を殺そうとしたわ。次郎ちゃん、次郎君、カジタ、カジタを殺そう。ジロフのことは俺たちに任せてください。でも、心配ありません。ゴーさん、大軍、扉を早く破壊してしまうんだ。邪魔者はみんなこの中にいるぞ。しょゴーさんに化けるなんてひどいやつだ。よくも騙した。なあ、しょう、偽物め。どうしたか。待てよ、あっちの聖人。見ろ、あれを。離せ、離せよ。隊長、それはゴーさんではありません。アジラ星人が仕組んだ罠だったんです。そうだったのか。よくも次郎君まで騙してタックに入り込もうとしたな。撃てるものなら撃ってみろ。この子の命はないぞ。次郎君、アジラ星人死ね。俺を殺しても大軍がまだいる。大軍は不死身だ。
の郷さんは人を騙したり殺したりはしないんだ。そうよ、本当の郷さんはまだ長い長い旅を続けているのよ。でもね、ウルトラマンエースに助けられた時、なんだか郷さんの匂いがしたよ。本当かい？うん。ユニタングの正体は何か。次々と襲われるタック基地、美しい10人の娘たちのサイクリングに隠された恐るべき戦慄、さあ来週もみんなで見よう。